サスケ、正直お前らにはがっかりしたぞ。僕らにはもう関係ないだろ。俺をなめるな。こっちにはそれなりの能力がある。今さら何の用だ。俺たち鷹は暁を抜けた。お前らにもう用はない。お前たちは俺との約束を裏切ったことになっている。お前らは八尾に一杯食わされたのさ。シャリンガンで見切っていた。分身の隙などありえなかったはず。体を唯一分断したあれか。今は別の用をやってもらうことにした。断ると言ったら、ここでお前らとやり合うことになる。この葉へはいけないということだ。押し通る。今さらこの葉へ行っても少し遅い。俺ごとすり抜けた。前と同じだ。こいつの能力か。お前の目的は今や虚しく聞こえてくる。残念だ。この葉隠れの里はもうない。で、おかげは誰になった。団蔵ってやつだよ。大方予想通りになったな。団蔵、おかげだと。そうだ。お前の兄を追い詰めた木の葉の上層部の一人だ。一体木の葉で何があった。俺の部下ペインが木の葉を潰した。お前もペインも派手にやりすぎたせいで、ついに五影も動き出したようだ。五影たちが。